さて、ちょっと萌え萌えしたくないですか？萌え萌え、いや、ほんまにもう正直言います、はい、ガチなメイド喫茶に行きたいです。人生初、ほんまですか？萌え萌えみたいな、おじゃんすかね、わかりなさいませみたいな感じのね、はい、そういうのは置いといてね。ここら辺やったらね、多分有名なとこがすぐそこにあったと思うんですよ。うん、なんかでもここいっぱい入ってそうやけど、まあこれちゃうかな、こっちゃこっちゃこっちゃ、あ、ここ行こうやで、うん、行ってみます、行ってきます、じゃーん、いらんこれ、どうぞ、こんな感じ、こんちゃん、こんちゃん、じゃあちょっとお邪魔してみます、突撃します、はい、アポ、とりあえずアポ取りましょうか、うん、行ってきます、行ってきます、お帰りなさいませ、お嬢様、すいません、今私たちユーイステーションっていうウェブサイトで日本を回らせてもらって、その各地各地でおすすめスポットみたいな取材させてもらってるんですけど、よかったらここもさせていただけないですか？はい、はい、大丈夫です、ありがとう、ありがとう、一発 OK、 イエーイ、ありがとうございます、こちらの席で、ありがとうございます、名前とかもめっちゃ春日とかね、はい、あんたばあさん、うん、うん、そうね、うん、いや、それエヴァンゲリオンだほんまややばいって、ほんまアホなんバレるって、すごい、次行きますね、あ、こういうのね、メイド喫茶にあるあれですね、オムライス、すごい、で、今日のおすすめがルーラっていうね、カフェって言ってましたね、ね、どんなんやろな、うん、なんか色があるね、うん、すごい、うん、とりあえず読んでみようか、お任せ、な、すごい、これです、え、うん、うまいやん、あんた、お待たせいたしました、来ますか、はい、このお店のおすすめってなんかありますか？そうですね、こっちゃんの定番看板メニューとなっておりますのが、うん、こちらのメイドさんのお任せソーダというものと、うん、チンデレーダーというものがよく出ています、かわいいセリフがついてきますので、すごい、はい、人気のメニューとなっております、はい、ありがとうございます、じゃあそれお願いできますか、はい、かしこまりました、お任せソーダとチンデレーダーよろしくお願いします、はい、なんかあとできる、あ、デザートでしたら、うん、夏なのでよく売ってるんですけれども、濃い海とか、はい、こういうお写真になっているんですが、かわいい、そういう女性の方に人気ですね、じゃあそれにしよっか、はい、うん、おすすめで、はい、はい、お願いします、以上でよろしくお願いします、はい、よろしくです、はい、少々お待ちくださいませ、はい、お願いします、失礼します、キュンキュンするな、なんか落ち着くねんけど、うん、なんか落ち着く、キュンキュン、楽しみでしかないねんけど、何が出るかな、失礼いたします、はい、まずお任せソーダをご注文のお嬢様、はい、お任せいたしました、はい、こちらにメイドのパワーを注入させていただきます、はい、それでは失礼いたします、お嬢様のお任せソーダにもえもえパワー注入、めっちゃかわいい、ありがとうございます、それではパワーをよくかき混ぜてお召し上がりください、はい、ありがとうございます。めっちゃ可愛い。やばいな。初めてかもしれん。これ惚れるわ。うん。来たくなるわな。そりゃ来るわ。通うわ、ん。元気ないとき来たなるわ。すごい。もう
ったからな。ちゃんと味わうんやで。緊張する。もえもえパワー。いただきます。はい、どうぞ。めっちゃ飲むやん、めっちゃ飲むやん。もえもえ。違う。違うって。恥ずかしいね、やめて。めっちゃ美味しい。ほんまに美味しい。そう。ありがとうございます。
っときます。かわいいし優しいし素敵。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、お世話になりました。ラルパワー注入。